皆様こんにちは、あずみです。今回はキャンプの道具などをネットで探していたら自作クーラーを作っている方がいっぱいいらっしゃって結構簡単に作れそうで効果もなかなかあるようなので私も挑戦してみようと思います。今回私が使うものは基本的には廃材です。まず本体となる部分は破れちゃって捨てようと思っていたクーラーバッグです。これ100均でも売っている発泡スチロールの箱でもいいと思います。むしろそっちの方がこうやって柔らかくないので簡単に作れると思います。あとこちら NASA のところからパクってきたこのパソコンのファンとあと USB のケーブルです。購入したものといえばこちらの MDF はこれを100均で2枚購入してきました。このように今回材料費は200円と廃材です。これを使ってクーラーを作っていこうと思います。はい、それでは MDF 板を切っていきたいと思います。 MDF 板は今回私が使うクーラーバッグがこの大きさだったので、22センチ、30センチで切ってあります。これは皆様持っているクーラーバッグに合わせてくださいね。そして円の中心が側面から10センチを中心に穴を開けます。円の大きさは12センチです。円を切り抜く際自在切りを使えば楽に切れるとは思いますが怖いし自在切り自体も高いので今回は引き回しと彫刻刀を使って円を切っていきます。MDF は水に弱いので塗料を吸い込ませて保護します。安住工場委員会。それではバッグの方にも穴を開けていこうと思います。この印の位置なんですけれども、このベルトの中心、それと下から10センチのところ、ここがちょうど来る位置だと思うので、12センチにくり抜いた厚紙に、こちら針を通して、この位置で針を刺します。この時、下で刺さないように気をつけてくださいね。で、ここまで来たらあとはマスキングテープで留めていっちゃいます。そしてマジックで線を描きます。それでは穴を開けていきます。やり方は前回のレザークラフトの時と同じように放射線状に布を切って裏側で留めていきます。はい、この中に入ってるスポンジみたいなのまで全部切り取りました。このままこのように貼っていきたいと思います。それでは接続が終わったのでファンを回していこうと思います。この間 Amazon プライムで買ったんですけれども 22,000mAh でソーラー充電ができるので非常用持ち出し袋の中に入れたりとかキャンプの時に持っていくのもいいかなと思って買いました。これにつなげてちゃんと動くか見てみようと思います。ちゃんと風も来るし大丈夫そうですね。ではこのファンを板につけていこうと思います。ボルト、ナット、ワッシャーはこれ100均に合うものがなかったのでホームセンターで買ってきました。はい、それではファンを取り付けていくんですけれども一つやってみました。このファンを取り付けるとき風の吸引側と排出側と間違えないように気をつけましょうね。はい、このような感じで庭でちょっとした実験をしていきたいと思います。はい、今庭に設置したテントの中にいます。まだファンはつけてません。今の気温は42度ぐらいは指してますね。このまま30分放置しようと思います。はい、30分経ちました。今の気温は42度ぐらいですかね。夏キャンプをしたらテントの中はこれくらい暑いんでしょうね。もう何もしてなくても汗が噴き出してきます。今ファンが回り出しました。手を近づけるとやっぱり涼しい風が来ます。ではどれぐらいテントの中の気温が変わるのか実験してみたいと思います。また30分待ちます。はい、30分経ちました。心なしか少し気温が下がったような気がします。まだ私も温度がどれぐらいになっているのか見ていません。一緒に見ていきたいと思います。もう汗が噴き出してます。それでは温度見ていきたいと思います。今41度ぐらいですかね。あまり下がっていない。これ保冷剤のせいなんですかね。氷の塊とか入れたらもしかしたらもっと冷やしてくれるかもしれません。でもすごく気持ちよく風は吹いているのでこれをもう少し置けばもしかしたら気温もうちょっと下がるかもしれないですね。あと30分だけやってみたいと思います。はい、では30分経ちました。気温がどれぐらいになっているのか一緒に見ていきたいと思います。今41度、2度、そんなに変わらないですね。それでは実験はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、結果炎天下のテントの中ではこのクーラーは効かないことが分かりました。テント自体断熱がされていないので温度を下げることができませんでした。ただ日が陰ってきた時間帯だったり、外から熱が入ってこない状態であったら多少効果はあると思います。今ここで使っている分にも心地いい風が来るので、テントで寝る時とかには効果があるんじゃないかなと思います。クーラーバッグで作ればコンパクトになるので持ち運びにもいいと思います。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。この動画を見ていいなって思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。